この景色、見覚えがあるわ。もうこんなところまで戻ってきたのね。早く信長さんの後を追いかけましょう。で、小耳ちゃん、どうしたの？あ、伊予の準備がまだだ。紬が手伝っているようだが、もう少しかかるらしい。それで、鋼、今のうちに聞いておきたいことがある。あら、何かしら？お主が受けた任務は、魔王の力と目的を調べることだったな。ええ、そうよ。ついでに、可能なら魔王を倒してこいって。元の世界に帰らなくてよいのか？どういうことかしら？言ってる意味がわからないわ。魔王が蘇った時点で、姿を消すつもりだったのではないか。魔王の情報を持ち帰るのが最優先だったのだろう。お主も、お主の雇い主も、勝てぬ戦いはしない流儀らしい。お、勘違いするなよ。わらわはお主を信用しているのだ。この局面で、今更逃げ出すとは思っておらん。聞きたかったのは、何がお主を心変わりさせたかだ。小耳ちゃんは、本当に頭がいいのね。確かにその通りよ。魔王が蘇ってしまったら、私は撤退するよう命令されていたわ。そして、私が持ち帰った情報をもとに、魔王の戦力を分析して、より魔王討伐に向いている忍びが送られてくる手はずだったの。でもね。でも、なんだ。私の住んでいた世界では、運命という言葉はとても重い意味を持つの。つむぎちゃんやみんなが言う運命とは、比べ物にならないくらいに。急に何の話だ？私の住む世界では、調整された未来のことを、運命って呼ぶの。だからね、起きてしまったら、それはもう仕方がないことなのよ。調整された結果、起きたこと、として、受け入れるしかない。そして、私はそれが当たり前だとも思ってたのよね。運命は揺らがないし、変えようがない。未来はすでに用意されてるものだって思い込んでた。つむぎちゃんに会うまでは、ね。初めてあの子に会った時は驚いたわ。頼りのはずの調律の巫女が、おバカで、か弱くて、頼りなくて。でも一生懸命で、いつだって前向きで、可愛くて。そうしてあの子は、絶体絶命の危機を何度も乗り越えてきた。自分の力で揺らがないはずの運命を変えていく。そう見えちゃったのよ。そしたらもうダメよ。この子の進む未来を最後まで一緒にいて見届けたい。つむぎちゃんと一緒に私も自分の運命を変えたいって思ったの。わかった。わらわの問いに対する答えとして十分だ。話してくれて感謝する。私にだけ話させて、小耳ちゃんの話は聞かせてくれないの？それってずるくない？わらわの話など、どうでもいいだろう。ごめん！準備に手間取っちゃった。つむぎお姉様に着替えを手伝ってもらったら、帯がこんがらがって絡まってしまって。だって、伊予ちゃんって意外と胸が大きいんだもん。触りたいって誘惑と戦ってたら、何が何だか分かんなくなっちゃって。お姉様。まったくお主らと来たら。ほら、信長を追う準備が整ったぞ。じゃれ合ってる暇などないのだ。ごまかそうったってそうはいかないわよ。絶対に話してもらうんだから。話？二人で何の話をしてたの？何の話っていうか、鋼とな、紬が言うところの恋バナをしてたのだ。恋バナ？
ちょっとゴミミちゃん、私の話ちゃんと聞いてた？聞いていたが、あれが恋バナでなくて何なのだ。それはその通りかもしれないけど。鋼さんの恋バナ私も聞きたい。なんで誘ってくれないの？お主はイオと帯で絡まっていただろうが。そうだった。あー、聞き逃した。鋼さん、私にも話してくれるよね？絶対話しません。こればっかりはダメ。なんで小耳ちゃんばっかりずるくない？納得いかないんですけど。ずるでも納得いかなくても、つむぎちゃんには話しません。さあ、張り切って出発しましょう。参りましょう。新天流の剣術よ。つむぎお姉様、お見事です。どこかに活路があるはずよ。
嫌な感じがする。行く手を塞がれたら回り道です。周囲をよく見るのだ。昇竜どりゃ、赤色の悪い戦は嫌いじゃない。チリボタン、つむぎちゃん遠慮はいらないわよ。もう少しで倒せそうよ。イオちゃん、よろしく。私でもやれるんだよ。次に進みましょう。向こうに何かあるわね。私の忍術が使えるわよ。何かあるわね。私の忍術が使えるわよ。鋼さん、お願い。それ、
険です。移動しましょう。イオちゃん、よろしく。騒ぎは一体。一度冷静になろう。みんな行くよ。もののけ大使なら手慣れたものだ。雑魚に飽き飽きしていたところよ。と、やっ、それ、それ、と、やっ、はい、それ。やるじゃん。ノールド、やっと。ああ、フラフラする。やっ、それ、うっ、それ。鋼さん、おね、おみみちゃん、任せたよ。と、やっと、それそれと、あいつの動きをよく見て。終わらせてお茶会に参加したいな。ふふふ、上忍に昇格といったところでしょうかね。それにしても、信長様の足が思ったより遅いですね。なぜでしょう。50歳なのだろう。腰の一つも痛めてくれれば助かるんだがな。魔王も腰痛になるのでしょうか。冗談だ。小耳さん意地悪です。冗談はさておき、何しろあの巨体だ。思い通りにならぬ理由があるのだろう。通る道も選ばねばならぬだろうしな。祭壇から出た時みたいにドカーンって天井を突き破っていけばいいのに。でもそれでは冥界自体が崩壊してしまいませんか。信長様も冥界に押しつぶされては困るでしょうし。思ったんだけど、魔王は腹ペコなんじゃないかしら。蘇ったばかりで力の蓄えがほとんどないのかも。剣心さんと信玄ちゃんの魂を書き換えた時も、人間と魔王の間のような姿をしてたでしょ。あれは魔王の大きな体を維持するのが難しいのかもしれない。だとすると、信長さんは魔王の栄養を補給しながら進んでるってことか。そう考えると本能寺へ向かう足が遅いのも頷けるわ。なるほど、さすがは鋼さんです。冬眠から覚めた熊もまず食事をするって言いますもんね。あくまで予測に過ぎないけどね。でもさ、魔王って何食べるの。信長様は干し柿が大好きでした。冬になるとたくさんの干し柿が届けられます。それと最近では南蛮からいらした方に献上されたコンペイトーというお菓子がお気に入りで。信長さんってスイーツ好きだったのね。
ちょっと意外かも。あのデカ物が干し柿で動いてるとも思えんが。こんな話してたら私もお腹が減ってきちゃった。少しくらい我慢しろ。信長に追いつく絶好の機会なのだ。わかってるよ。ちょっと行ってみただけじゃない。よーし、早く信長さんに追いついて魔王を何とかしたら甘いものをいっぱい食べまくってやる。そう考えたらやる気が出てきた。さあ行きましょう。じゃないんだ。いつでも呼んでちょうだいね。あなた方もしつこいですね。信長殿に構うのはもうおやめなさい。剣心さんこそ私たちに構わないで。あなたは魔王に魂を書き換えられて操られているのよ。私が操られている？はて、何のことやら。私は私の考えで動いています。あなたの考え聞かせてもらいましょうか。そんなに難しい話ではありません。私としてはあなた方に信長殿の邪魔をしてほしくない、それだけなのですが。魔王が冥界の外に出てしまえば世界は滅んでしまうのよ。それを阻止しようとするのがどうしていけないの？私が真の救世を行うためにはまず世界が一度地獄になってもらわないと困るからです。世界を滅ぼすのは信長殿。その滅んだ世界を私が救う。素晴らしい計画でしょう。お分かりですか？私が信長殿に操られているのではありません。信長殿を私が利用しているのです。あなた、自分が何を言ってるか分かってるの？もちろんですとも。最終的に世界は救われるのです。この計画のどこに問題があるというのですか？話にならないわね。あなたの間違いを証明するためにもここを通してもらうわ。話にならないのはそちらでしょう。私はここを通さないと言っているのです。どうして分かってくれないの？あなたはそんなこと望んでいなかったはずよ。そこまでなりふり構わないほどまでに死が恐ろしいのですか？よろしい。では私が救って差し上げましょう。死んでしまえばその恐怖から逃れられるのです。何？痛みも苦しみも一瞬です。経験者の私が言うんだから間違いありません。剣心さん、さあお説教はもう終わりです。ここからは救済の時間と参りましょう。ここからは救済の時間と参りましょう。世界を滅ぼすのは信長殿。その滅んだ世界
私が救う。素晴らしい計画でしょ。あなた、自分が何を言ってるか分かってるの？もちろんですもん。俺と毘沙門天の五感ついてこれないでしょ。チョコマカとすばしっこいな。イオちゃん、シンそれ起きました。償いなさい。それそれとヤバッ、それとヤバッ。一体何なの？なんだか様子がおかしいです。つむぎちゃん気をつけて。それ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 とやばっ。チームだ。つむぎちゃん遠慮はいらないわよ。リング変化の術よいしょ。やばっ。もう少しで倒せそうです。ヒール、どうぞ。トラウトシとやっとおりゃと僕それたまもの前の末裔大陰陽師の力だ。しぶといですね。特にそのからくりの腕は厄介です。今からでも私の配下になりませんか。あなたが欲しいものを全て与えましょう。私の欲しいものねえ、残念だけどあなたじゃ無理だと思うわ。世界を支配すれば手に入らないものなどありません。いいえ、私が欲しいのは世界が続くという未来なの。亡者であるあなたに用意できるかしら。そんなものは手に入らないと分かっていても望むのですか。うつしおに今あるあなたの世界に希望があるとでも。はあ、あなたは理解している側の人間だと思っていたのですが、私だって女の子だもの。絶望から目をそらすためのおもちゃよりキラキラした夢を見ていたいわ。それに叶わない夢だとも思ってないし。嘘ですね。そんなことは思ってもいないくせに。そんなに綺麗なのに何も分かってないのね。男子3日合わざれば刮目してみよって言うでしょ。何の話です。女の子は惚れた相手のためなら一瞬で変われるのよ。自分でも驚いてるんだけど。つまらないざれ言です。あくまで現実を拒絶するというのならそれも良いでしょう。あなた方のような愚か者は私が相手をするまでもありません。あとは信玄ちゃんに任せましょう。では失礼。あらあら、見事なまでの捨て台詞ね。逃げた先で地団駄を踏んでるに違いないわ。すごいすごい、茜さんすごくかっこよかった。あの剣心さんが押し負けてたもん。つむぎちゃんの真似をしただけよ。一度やってみたかったんだけど、やっぱり柄じゃないわね。私の真似？私あんなこと言ったことあったかな。あの惚れた相手のためなら変われるって恋バナの相手のことですよね。
どんな人なんですか？鋼さんの好きな人って。そんなの言うわけないでしょ。直接言ってるようなものだがな。余計なこと言わない。ねえねえ、ひよちゃんはどういう人だと思う？そうですね、鋼さんが好きになる人ですもんね。きっとすごく優秀な人なんだろうな。やっぱりエリート系か。鋼さんに好きになってもらえるなんてちょっち嫉妬しちゃうかもなんてね。見ろ、あの調子だ。イオはもちろん、本人は一生気づくまい。いいのよ、私は頼りになるお姉さんって立場で十分。あの子はいずれ未来へ帰らなくちゃならないんだもの。その方が後々気が楽ってものでしょ。お主がそれでいいなら、わらわは何も言わん。おーい、二人ともどうしたの？先へ進もうよ、置いてっちゃうよ。はーい、今行くわ。ほら、ちょっと目を離すと一人でどんどん進んでいっちゃう。せめてお別れのその時まであの子の背中を支えていたいの。お主、難儀な性格をしているな。ほんとよね。さ、行きましょう。我らが調律の巫女様が待ってるわ。